えー、単純な疑問なんですが、ゆきさんが統一業会のことを今回取り上げ続けているのは正義感があるですか、それとも煽り的な意味合いですか、ゆきさんの日本の政治体制であったりに、そこまで興味が強くからそうもないのに,不思議にってました、答えを知りたいが近いですね。 他の国に比べて、日本って個人主義の人が少ないんですよね。フランス人とかって別にフランス政府とかフランス社会とかマジどうでもよくてバカンス楽しいとか、あの、俺のなんか毎日の食事が楽しければ良いとか、彼氏彼女とかパートナーとうまくいってる方が幸せだよね、みたいなところの人が多いんですけど、なのであの、ま、楽しく生きて死ねばそれでいいよね、みたいな。 個人人主義の人が割と多いんですけどで、アメリカも多いんですけど、日本の場合、多分他の国よりもその社会とか周りの状況をうまくした方がいいよねと思ってる人が多いんですよね、割合として。であれば、こういうふうにやったら問題が解決すると思うんですけど、いかがですかっていうのを言った時に、社会がどう動いてそれを直そうとするのかっていうのを知りたいんですよね。だからその僕がちょこちょょここ書いてたのはその、は、そ 日本人の被害者が出てるようなものを放置するのって良くないよねっていうのをまあ書いたんですけど、でも、あの、日本人の多くが、あの、知ったこっちゃねえよ。俺じゃねえし、俺の友達じゃねえし、親戚でもねえし。だから別にあの、被害を受けて、統一協会に命令されて売春する人がいようと、めちゃめちゃ借金かかえて、自己破産しようと、別に赤の他人だから関係ねえじゃんっていう考え方が多数派になるのか、 少数派なのかっていいうのを知りたいんで、すよねなのでその、で、今までの,その日本って、ネット的なものがなかったので、まあ、自民党が統一協会を完全に放置し続けたんですけど、で、あんまりそういう問題も表に出てこなかったので、その知らなかったよねっていうのは結構多かったと思うんですよね。で、今、多くの人が SNS みたいなものを使うようになって、まあ、統一協会のこういう問題がありますと。 知った状態で、これを直すべきだよねって思うのか、まあいいや、別にって思うのかっていうのを知りたいっていう。なので、あの、こんなのありますよ。こんなのありますよ。こうした方がいいですよねっていうふうに僕は言ってますと。ただ、僕はこうした方がいいですよねって言ったのに対して、別にどうでもよくねとか、なんか、いやいや、俺は別に統一教会好きだしとか、全然いてもいいと思うんですよ。なので、それがどういう結果になるのかなと思って、あとはそのなんか、 Twitter とかで騒いで、どれくらい社会が動くかっていうのを知りたいっていうのもあって、えっと、3月11日の震災があった時に、その、電気の無駄遣い良くないよねっていうのがあったんですよね。福島の原発が止まって、あの、日本中でも停電があった時に、ネット上で割と電気使うの良くないよねっていうのになった時に、あの、パチンコ屋営業とかしてる場合じゃねえだろっていうので、蓮舫さんが確か言い出して、なんかパチンコなんとか協会みたいな頃がパチンコ屋の営業自粛し始めたんですよ。 ああいう感じでそのネット上で騒ぐと社会が動くことっていうのがちょこちょこあるので、パチンコやって、まあさすがにどうなのみたいなのかもあるし、で、統一協会もさすがにどうなのみたいなところもあるので、なので、こう、社会が動くのかなっていう確認をしたいっていう、そういうところがあります。 ヒロキさんみたいに旧統一会系について意見を言えるインフルエンサーはなぜ増えないんでしょうかあまりも百田さんが言っていたりしますが、紙がないのは人としてどうなのかという問題があり、広ロさん以外はまともなインフルエンサーの方は旧統一教会について言及する人が少ないんでしょうけます。広キさんみたいな旗色を出す人が増えてほしいなと思うのが、やはり難しいのでしょうかまあ、結局、その、儲、うん、かんないですからね。旧統一教会について何か言ったとしても。 あの、確実に仕事は減ると思います。<laughs> 何らかしらのトラブルメーカー感は強いと思うので、まあ、呼ばない方がいいよねってなるので、お金儲けしたい言論的なのになりたい人であれば、まあ、キュートス協会に手出さないのは正解なんじゃないかなと思いますけど、おかしなことをする人がいる団体は、敵に回すとおかしなことをされたりするんですよね。 例えばそのなんか NHK 党の立花さんがあの旧統一協会は敵に回したくないって言ってたんですけど、あれ多分合理的には正しいんですよね。例えばその NHK 党のポスターを全部剥がすっていうのを信者に命令すると信者は深夜のうちに喜んでやると思うんですよね。 その深夜にポスターが、まあ一応あれって公職選挙法違反で捕まるんですけど、でも多分深夜にやった場合って多分バレないので、その深夜にやった場合ね。そういう感じでポスター全部なくなりましたとかってなっちゃうと、やっぱりめんどくさいじゃないですか。昔統一協会がやったやつで、なんかあの、クレームを、あの、ものすごい量電話で入れるみたいなのをやったりしたらしいんですよね。で、そういうふうになんかクレームめっちゃ電話が来ると、もう統一協会に言た使いたくないよね、みたいな感じになっちゃったりするみたいなのあったりするんで、しょうがないんじゃないですかね。 だから、あの、百田さんとか僕とか別にその、まあ、百田さんはその小説書いて売れるからいいよねとかで、別に僕そのツイッターとか、あの、YouTube で暮らしてるわけではないので、えー、統一協会や創価などカルト球団が日本から復職されれば、日本は多少なりとも良くなると思いますかえっと、統一協会が年間に500億円から600億円韓国に送金してるらしいので、500億円から600億円ってどれぐらいの額かっていうと,、えっと、日本で行われるオレオレ詐欺の被害額が、 だたい200億円から300億円ぐらいらしいんですよね。なので、あの、日本中からオレオレ詐欺がなくなったら、日本は良くなると思いますかっていうので、もし良くなると思うのであれば、それの2倍ぐらい日本が良くなります。で、まあ、オレオレ詐欺ってその警察の人とかが一生懸命捜査をして、ちょっとずつ減らしてるわけじゃないですか。犯罪者を。でもなんか、それよりも多くの額を、 あの持ってってるところが放置されてるっていうのがあるので、例えば500億円が毎年日本で回ったら、常数効果っていうのもあって、500億円分のお金を誰かが使ったら、もらった人もお金を使うじゃないですか。なので、結果として日本国内でお金はもっとうまく回るようになるので、なので、あの、景気はだいぶ良くなるんじゃないかなと思うんで、なので、統一協会さっさと潰した方がいいんじゃねえのっていう、景気が良くなるという意味でもそう思ってるんですけどな、なぜかそうは思わない方が、 日本の政府では多数派ということなので、立憲民主党が統一協会の対策委員会みたいなのを立ち上げますみたいなこと言っててで、割とそういうことを言い出して、なんか人気が出ると他のところもなんか、じゃあ超党派でやろうよみたいに言ってくる可能性もあったりするので、で、維新の会が国会議員の身辺調査やりますみたいなこと言ってて、で、身辺調査やった後に多分関わってましたってなった場合に、 もう二度と関わりませんっていう形で、こういうことしてました。ごめんなさいって言うと思うんですよ。あの、国民民主党の玉木さんもなんか3万円もらいました。でももう関わりませんって言うみたいな。っていう感じで、その、まあ、維新だったりももう関わりませんって言ったりとか、立憲民主党とかももう関わりません。で、あの、ちゃんと被害者のこと調べて捜査しますっていうのをやってるので、多分そういう形でどんどんその、政治家とかが旗色を、あの、見せていく感じになると思うんですよね。あの、僕、過去に何かやったのを責めるのは良くないと思ってるんですよ。 諸教連合を知りませんでしたって、まあ本当に知らなかったのかよみたいな人もいるんですけど、まあとはいえ知らなかったと言った以上は、まあそれはしょうがないと。ただ、もう今から統一協会に関わるのは良くないし、統一協会を操作するっていうのになった時に、それを妨げるようなことはしないですよね。なのでじゃあ過去は過去と置いときましょうと。公明党とかも、あのなんか公明党の山口代表がなんかノーコメントって言ってたんですけど、多分公明党も似たようなことは多少あったんだと思うんですよ。だからあれでそのなんか、 統一協会悪いよねっていうと、なんかブーメラン帰ってきちゃうから言えないっていうのがあると思うんですけど、過去には確かに似たようなことが起きたかもしれないですけど、公明党創価学会の中では二度とそういうことは起こしません。だから統一協会は潰しましょうっていう形でもうちょっと旗色を鮮明にした方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。なんかあれでノーコメントって言っちゃうと、やっぱお前らも統一協会と変わんないのかっていう、むしろマイナスのイメージの方が強いんじゃないかなと思うんですけど。なので、あの、川西さんでしたっけ あの、統一協会の、あの、議衆議院議員の人、統一協会ってねや、あの、公明党の衆議院議員の方が、その統一協会みたいな、その詐欺まがいの団体は、あの、ちゃんと制限した方がいいってい言い方をしてて、総合学会としても、あれとは違うよ、俺たちはっていうのをちゃんと言った方がいいと思うんですよね。統一協会と日本の政界の癒着が大問題になってる昨今ですが、任意の政治家が現在統一協会審派かどうかを瞬時に見極める最強のトます主権規制を発見 それはあなたは性教育はプロの会見についてどう思いますかという質問ですネガティブな回答された場合は要注意解説統一教会や文生命の仕分けの技師に対して訴訟リスクを減らすために徹底して若い信者を性情,性情報性教育から隔離しますこれ過去間違って統一と関わったけど名誉挽回したい政治家にとっても面罪を負たるものではないかと思います良いと思ったらぜひお使いいただければ通信日本がいつまでたっても性教育やプロの会見が住まいで原因ともしかして 統一協会じゃない人も、性教育進めなくていいよねとか、ポルノ解禁はやらない方がいいよねっていう人もいるので、あの、残念ながらリトマス試験紙として万能ではありません。結局、その、なんか、あの、疑わしい人を、あの、弾き出すというのは可能なんですけど、でも別にそんなことする必要なくて、あの、ストレートに聞けばいいと思うんですよね。 例えば最近だと、稲川さんだっけなんか元々防衛大臣かなんかやってた女性の人で、12年前かなんかに、あの、統一協会のイベントに出たんですけど、で、それが女性自身かなんかが取材したら、あの、12年前のことなのでなんで出たのかわかりません。何したのかわかりません。稲田さんね稲田さん。そうそう。結局あの、もう明らかに嘘じゃないですか。12年前、そのなんか本人に聞けばいいじゃん。 で、なんで出たの稲田智美さんね。うん、だからああいうなんかそう,う、嘘ついたよね。ただ、まあ、そこって別にもう、あの、直接聞いて、はいはい、嘘ですよね。っていうので終わりだと思うので、別になんか周り行くのに聞き方せずに、なぜ出たんですかっていうのを聞けばいいと思うんですよね。だから、あの、最近もその Twitter でちょっと絡んだんですけど、その、維新の会の、 アタチさんっていう議員さんで、カルト規制って難しいよね、とか、なんか憲法を鑑みてなかなかできないよね、みたいな話をしてる人がいて、法の花三宝行とか、あの、オウム真理教とか、普通にその、宗教法人としてのカムヒさん命令が出ましたとか、あの、詐欺で刑事裁判になってて、あの、教祖が刑務所に行きました、っていうところもあるので、別に憲法関係なく、法律上やろうと思えばできるんですよね。 でじゃあなんでその統一教会が法律上問題があるにもかからず今まで野放しになったかというとやっぱりその政治が止めてたというのが事実だと思うんですよ。もともと立憲民主党の議員でジャーナリストの有田さんが、まあ、警察の幹部の一緒に行ったらオウム真教終わった後次は統一教会だよねと思ってたら政治の力で止められた。 多分あれ正しいんんだと思うんですよね自民党の青山議員もその、その統一教会の票を配るというのを、その派閥の長がやっているというのもまあ言ってたので、まあ、結局、統一教会と自民党自体がつながってはいるので、まあ、止めるところがあったんだろうなっていう話だと思うんですよね。 で、まあ、もともとその、何らかしらの刑事事件が動いているものを止めるっていうのでいくと、あの、レイプされましたって言っていた女性がいて、で、そのレイプをした人は、某なんか TV、某テレビ局の人だったんですけど、で、裁判官が、うん、これは逮捕するべきだよねって言って逮捕状を出したんですけど、で、その警察の、その当時、警視庁の部長だった人が、その裁判官の発行した逮捕状を止めるみたいなのがあったりするので、政治の力だ だったりで割とその悪いことした人っていうのを逮捕しないっていうのは日本はよくあるんですよねなのでまあまあなぜその中村さんっていうその警察の人が止めたのかっていうので一応その安倍首相と近い位置にあったっていう話なんですけどまあ結果として公安調査庁の長官になって sp を まあ、あの、割り当てる人だったんですけど、安倍首相に割り当てる SP の人数が少なかったので、結果として、中村さんのミスによって安倍首相が亡くなったっていう、因果応報というわけではないんですけど、あの、なんか世の中ってすごいこう、なんか漫画のようなストーリーが起こるよねというふうには思いました。はい。だから悪いことはしちゃいけないなと。別に悪いことはしてないのか。 裁判官の逮捕状を止めただけですよね。悪いことをしたけどないですよね。ひろきさん、こんばんは。政治家と統一協会のつながりを恥ずかしながら今回の事件で初めて人を取れています。地上波放送ではすでに扱う時間が徐々に少なくなってきていて、また敬いにされそうですが、危機感を持っています。えー、国政を統一協会から共もすためにこれからもアンテコさんを応援してま,します。応援すばちゃでした。ありがとうございます。普通的に僕ででちょこちょょここ書いてるだけなの、ね、むしろその 例えば僕、文春の記事とかを URL 載せて書いたりとか、あと女性自身とかも書いたりしますけど、ああいうその体を張ってきちんと取材をしてるメディアを褒めてあげた方がいいんじゃないかなと思います。僕はあくまでそのこういうメディアがこういう取材をしてこういう記事をあげてますよっていうのをあげてるだけで、さらに体を張ってる系でいくと、あの被害者に寄り添って、でその統一教会と直接裁判をやってる、その紀頭弁護士みたいな、その本当にガチで戦ってる人たちっているので、 弁護士さんとかは多分、あの、支援団体みたいなのあると思うんですよね。統一協会被害者の会みたいな。そういったところに支援をする方向にお金を使った方がいいんじゃないかなと思います。自民、えー、党が反共主義のために統一協会の票を甘じっていた場合、これを政教分離を実現しながら外国からの政治侵食を,を避ける手段として何が有効だと思いますか もともとはその反共っていう形で統一教会と組んでいたんですけど、まあ、その中国が共産主義だよねっていうのがあるんですけど、結果として今、統一教会自身がその韓国のカルトになっていて、お金を流すっていう方向になってるので、その政教分離と絡めて、外国に金を流し続けるような宗教は良くないよねっていう方向にした方がいいんじゃないかなと思いますけど、なので、別にあの宗教が外国に羽を送り続けること自体は、実は何の問題もないんですよ。 だから例えばじゃあ、創価学会が本当はアメリカの宗教でした。なので創価学会の会員が、そのアメリカにお金を払い続けますって言っても、実は何の問題もないんですよ。ただ、そうすると日本の富が減ってしまうっていうのもあるので、政教分離の問題に絡めて、統一教会良くないよねって言って、外国にお金を行かないようにするというところの方が、日本にお金が、ちゃんと回る、日本の中でお金が上がるという構造にするためにはいいんじゃないかなと思うんですけど。